写真拡大。全2枚。東都大学野球秋季リーグ第3週第1日24日、亜大3の 6X 立正大、神宮1回戦1試合が行われ、立正大が亜大に6対3でサヨナラ勝ちした。同点の9回に1年生の奈良間大輝内野手がスリーランを放って試合を決めた。奈良間が放ったリーグ初本塁打は劇的な一発となった。3-9 回西1、二塁の好機で高めの速球を捉えて左翼席へサヨナラスリーラン。感触は今までで一番だった。4年生に恩返しをと、つなぐ意識で、入るとは、と興奮を隠せなかった。静岡、時は大きく川高では、昨年の18歳以下アジア選手権に出場した1年生が、2番打者として大仕事を果たした。立正大に敗れた亜大生田監督、ずるずると負けるところから、9回西で追いつくまではいったが。